おはようございます。ジエンでございます。いやー、また来てしまいました。名古屋駅、名古屋、愛知県でございますけれども、なんで来たかっていうとね、この前のね、乃木坂のライブの時にね、この名古屋に遠征したんですけど、その時にね、ちょっともうやり残したことが多すぎて行けなかったところとかね、ありましたんで、そのリベンジでね、やってまいりました。まず最初のリベンジはね、行けなかったモーニングでございます。つついあやめというね、乃木坂のライブに、僕も行ったって言いましたけど、乃木坂の推しがいるんですけど、そのね、その子が行ってたお店なんですけどね、この前は行ったらですね、もう受付終了してたって。でも行ったんが多分ね、朝の9時とかその辺だったのに、もうね、すでに打ち切られてたんで、めちゃくちゃ人気店なんですけど、まあ、今日はね、めちゃくちゃ土平日をね、狙ってきました。乃木坂のライブとかもないんで、おそらく入れるんじゃないかなと思いますので、そちらに今向かっております。で、前回はね、この名古屋の往復に近鉄特急だったりとか新幹線とか使いましたけど、もうね、ちょっとこのリベンジにお金を使いたくないというので、今回はもうね、在来線で来ました。まあ、その様子とかはね、別の動画で出てると思うんで、そちら良ければ見ていただきたいというふうに思います。だから朝起きたんがね、4時半とかで、名古屋のモーニング食べるために朝4時半に起きるっていう、もうバカバカしいことしたんですけど、で、思ったんが、家出た瞬間涼しかったんでね、いや、なんかだいぶマシになりましたね。9月下旬ですけど、今ほんまにね、夏むちゃくちゃ暑かったから、これ普通なんでしょうけど今ね、涼しいとか言ってますけど、正直まあずっとこれでいいというかね、もうマジでこれ適温です、僕にとって。ずっとこの気温が続けばいいのにって感じですね。もう暑すぎた、あの夏は。ということで、なんかすごくね、いい雰囲気の街並みのところなんですけど、茂道っていうみたいですが、あ、この辺りにあるはずです、確か。はい、ここですね、喫茶ニューポピーってとこなんですけど、ここね、去年じゃないわ、もう先月ですよ、行けなかったんですよね。で、こんな感じのね、外観で入ったんですよ。そしたらね、満席でして、で、順番待ちということで、この発見してね、電話番号で呼び出してもらえるそうです。まあ、ただね、この前は受付がもう終了というか打ち切られてたんで、まあ、それに比べたらだいぶマシですね。ということで、待ちたいと思います。ただね、こういう商店街がありますから、まあ、時間を潰すことはできるんじゃないでしょうか。お店に行くまでにね、ちょっと暇だったんで、このお店のレビューを見てたんですけど、ちょっと面白いのがありまして、たっけえたっけえたっけえはカレーの量少なさすぎて、飲み物代でラーメン食べれちゃう感じの値段で、ならばラーメンにします、ごめんなさいっていう、たっけえたっけえたっけえはでしょこれ。そんなこと言いながらね、適当に歩いてましたら、あと1組になりました。1組って学年のクラスみたいですけど、1組ですね。30分ぐらいか、そんな待ってないかな。まあまあ早かったですね、思ったより。もっと1時間ぐらい待つかなと思ってたんですけど、口コミとか見る感じね、入れそうです。とにかくここからまたなんかさらに待ってたらちょっと嫌ですけど、もうすぐだと思うんでね、電話かかってくるそうなんで、特に僕は離れることはなく、この辺をね、ずっとうろちょろ歩きながらでしたけれども、よかったです。でね、この道路沿いにあるこれね、織田信長らしいんですけれども、金色でね、塗られております。で、向かいにはね、これ豊臣秀吉だそうなんですけれども、こいつは座ってますね。で、銀色に塗られていると。じゃあ、銅色の徳川家康はいたのかってことですけども、それはね、近くに見当たりませんでした。ですが、今からはね、同じような歴史的な建造物のあるところに行こうと思います。はい、やってきたのは愛知県庁でございます。初めて来ましたね。名古屋城の近くなんですけれども、名古屋城はね、なんか遠くから見たことはある記憶なんですけど、この愛知県庁として見るっていうのは初めてです。すごく瓦があって、これが城みたいですよね。あっちもね、なんか面白いのがあって、ちょっと今木に隠れてるんですけど、いや、非常にこれ見るだけでね、見応えがあるというか、城は僕あんま興味ないんですけど、こっちのね、この義洋風建築っていうんですかね、上がね、瓦になってて、下はちょっと近代的な作りをしてますけど、この洋風とね、和風を混ぜたような義洋風建築、これたまらんすね。これいいっすね。こっちも愛知県庁ですかね、多分西と東でね、分かれてるみたいなことを聞いたんですけど、あ、なんかこっち工事中ですけど、あ、いいわこれ。見に来た甲斐があった。20分ぐらいね、さっきの喫茶店から歩いたんですけど、よかったです。マップを見たらね、こっちが西庁舎で、こっちがね、本庁舎でございました。本庁舎が今これ改修工事してんのかな。すいません、これがね、西だって言ったんですけど、こっちね、名古屋市役所みたいですね。そしてね、近くにあった名古屋城のとこも来たんですけど、大阪城公園とかって、大阪城公園からね、こう大阪城が見れるんですけど、名古屋城はちょっとヘボいのか分かんないんですけど、見えないんですよね、外から。入場券ちゃんと買ってね、敷地内に入らないと、多分背丈がね、低くてしょぼいんで、見れないってことで
で、やっぱね我が故郷の姫路城もそうですけど、あのお金払ってない人でもね遠くからでも見えるっていうところがね、やっぱ大きな城、強い城の特徴だと思うんですけど、これやっぱ名古屋ヘボいですね。名古屋ヘボいんで見えないっす。無料で見れない。500円払わないといけないらしいんですけど、あの500円はちょっと持ってないですね、申し訳ないです。もう500円もないんでちょっと見ないと思います。はい、まあでも僕の過去の動画で多分映してると思うんでね、それ見てもらえたらと思います。まあ名古屋城やっぱ僕城ほんまに興味ないんで、どっちかって言ったらこのねさっき見たような愛知県庁とか名古屋市役所みたいな企業風建築とかの方が好きです。名古屋城とかにお金を払うぐらいだったらね、よっぽどこっちを見た方がねお得です。ではちょっと食堂とかがねなんかこの愛知県庁に入ってるみたいなんで、まあちょっと食べはしないですけど、どんなんがあるんかなちょっと見に行きたいと思います。で愛知県庁の中に入ってきたんですけど、いや面白い、これすごくね古いですよ。中もわかりますこの古い感じ。一番ね最上階の6階まで上がってきたんですけど、こんな感じでモニュメントがあったりとか、食堂はね5階だったみたいです。ちょっと降りるんですけど、冷房とかは効いてないですね本当に。まあこの僕たち一般客をもてなす気は全くないですけど、こんな感じでね食堂喫茶室というレトロなものが残されておりました。残されてるとかあるんですけど、現在もモーニングね食べたばっかりだったんで食堂ではねちょっと食事しなかったですけど、愛知県庁めちゃくちゃいい建物でしたね。うん、あの見る分にもいいし、中に入ってもレトロで楽しかったです。こういうね外堀なんですけれども、堀にねこんな感じの非常にレトロな古めかしい橋がねいっぱいかかっておりまして、これだけじゃなくて何本もねあったんですけど、大阪のねあの御堂筋巡って歩きましたけど、この前も中之島のねなんかこう行政の中心が集まるところやっぱ古めかしいですね。中之島もね大阪市役所が近いですから、ここも名古屋市役所が近いところということで、やっぱり行政の中心トップとかがね、集ってるところには歴史的な建造物というのは立つんでしょうか。というより行政の中心地がそもそも歴史的に重要だった場所だからっていうことですかね。昔からねずっとそこで政治してた場所っていうのを、やっぱこっちの方が便利そうやから移転するわとかなかなか難しいですもんね。だからまあそういう政治をするところっていうのは必然的に便利だってことでしょうね。まあそんなこと言ってたらね、中部電力テレビタワーですか、到着いたしました。これねテレビ塔って言われてるやつなんですけど、このね名古屋を代表するような景色ですよ。中部電力未来タワーという名前だったんですけれども、いやー下から見上げるとすごい倒れてこないかなっていう不安になる感じですね。でそのね後ろにはこれがあります。この前はね夜に来ましたけども、オアシス21という施設でございます。さっきの県庁からねまた20分ぐらい歩いてきたんですけど、今度はですねあのこの前名古屋に来た時に夜ご飯で10時までね営業してるっていうから行ったら、ね、9時だったんですけど、もう終わりましたって言って追い返されたという、そんなねとんかつですね。そこで味噌かつ名古屋名物を食べたいというふうに思います。リベンジ合戦。これですねとんかつ新宿サボテンっていうね、新宿会と思うかもしれないですけど、これがねどうやらこの愛知限定のメニューがあるらしくですね、ランチメニューなんかもあるんですね。食べたいと思います。とんかつ新宿サボテンで食べましたけれどもね、味噌かつ御膳ということで、あの味噌のねソースとそれからね普通のソースをね食べ比べできるセットなんですけど、味噌かつはねやっぱちょっと甘すぎて僕の口には全然合わなかったんですが、普通のソースの方はね美味しくいただけました。まあちょっと前にねモーニング食べててそんなにお腹も空いてなかったんですけども、それでもねご飯もおかわりしたし平らげれたので、付け合わせのキャベツとねそれからご飯と味噌汁はおかわり無料だったんですけれども、キャベツもねご飯もおかわりできて、でちょっと前にねモーニング食べてたところだったんでそんなにお腹も空いてなかったんですけども、そんな状態でもねいっぱい食べることはできたんで非常に食べやすかったです。やっぱその味噌カツだけだとねどうしても多分僕無理だったと思います。飽きてたと思うんですけど、まあ、その2つ2種類のソースでね、食べれるっていうのはね良かったですね、あの店は。でこのリベンジトリップは非常にね時間に余裕がありますから、まあ、ゆっくりね全ての目的地に向かって歩いております。まあ、食べたばっかりなんでその消化もしながら、あ突然すいません、あの旅行から帰ってきた次元なんですけれども、あのこの日ですね非常に風が強くてですね、僕はあのこのマイクを使って現場でずっと録音してたんですけれども、今から喋る内容がですねあまりにも風が強かったので全く聞き取れなかったんですよ、あの僕編集しててね。なのでちょっと今からねあのそれの内容喋らせていただきたいと思いますけれども、これからね向かうところはですね1回目の名古屋旅行を帰ってきた後に SNS を見たら、あこんなんもあったんかっていう、行くの忘れてたというか存在すら知らなかったっていう、そこのね場所に向かっております。よろしくお願いします。それがねこちらのパルコでございます。パルコなんてどこにでもあるんですけども、ここにしかないものっていうのがありましてね、こちらのタワレコに用があるんでございます。これですね、
筒井あやめって僕のね好きなあやめん推しなんですけど、名古屋出身なんでね、この名古屋店にメッセージとかサインとかをね書きに来てるってことで、これを見に来ました。こんなんあったんですね。もう終わりだと思ってたんですけどね、なんかまだありました。すごい乃木坂愛がね溢れてて嬉しいです。キモいオタクとしてねタワレコ行ってましたけど、まあ、僕も実はタワレコから曲出してるんでね、いつかはなんか僕の CD とかの前で群がってるオタクをちょっと見てみたいもんですよね。でね、名古屋でやり残したことっていうのももう少なくなってきたんですけれども、ここはまた栄ですね。さっきまで大須商店街とかまたね戻ってうろちょろしてたんですけど、まあ、特に何もなかったんで動画撮らなかったんですけど、まあ、だいぶ歩いてます動画外で。これからですね、前回の名古屋旅行の時にはまだ生まれていなかったこちらの筒井あやめの聖地に向かっております。というのもですね、前回の名古屋旅行を僕たちがしてる間に筒井あやめが行っていたという喫茶店に向かっております。よろしくお願いします。到着いたしました。こちら西原コーヒー店なんですけど、早速ね入りたいと思います。西原コーヒーでいただいてきました。コメダと同じね、西原コーヒー店まで書いてコーヒー店と書いてコーヒーのねタイプだと思うんですけれども、あやめんと同じセットを注文したんですが、僕は普段からねアイスコーヒーは必ずミルクとシロップをね入れて飲んで、ちょっとブラックでは飲めないタイプの人間なんですけど、聞かれずにねそのままブラックが出てきたんで、まああやめんもねさすがに2歳3歳ぐらい年下のねあやめんがブラックで飲んでるのに、僕もねちょっとブラックで飲まないとっていうのでね、僕はちょっとミルクとシロップはね追加で言わずにですね、ブラックとプリンでいただきました。でね、西原コーヒーで、まあ、お茶もしてですね、もう最後ね名古屋駅に戻って残すところあと一つですね、やり残したことをやってですね、この名古屋旅行をね終了したいというふうに思います。いやこれこの片方だけめちゃくちゃ渋滞してないですか。これ面白いね、名古屋は車社会ですから。うん、この JR というね、 JR 東海という JR の中でもトップクラスにね稼いでる、そんな会社が本社名古屋駅に置いてるにもかかわらずですね、本拠地があるにもかかわらず車もねあるという、まあ、トヨタの影響があるんですかね。本日3回目の登場です。本当に申し訳ないんですけども、今から喋る内容もまた全然聞き取れなかったんで今から喋りたいと思います。名古屋はですね非常に車社会でして、交通量もめちゃくちゃ多いんですよ。というのもね、第二次世界大戦の時にね名古屋がもうめちゃくちゃ空襲されまして焼け野原になったんで、まあ、こんな機会はないからということでですね、まあ、その当時の名古屋市長がですね、これから先、まあ、車社会が訪れるだろうということも未来に想像してですね、車が運転しやすいように、広い道路を整備したっていうのが理由だそうですね。戦争とか災害とか本当は起きてほしくないですけど、まあ、こういうことでね、まあ、復興の時に再開発というか街が変わるっていうのもねまた面白い。それね、失敗する街もあればね、名古屋はこれはどうでしょう、成功したぶりになるのかな、まあ、都会になってますからね、まあ、渋滞とかね事故の件数とか多分名古屋多いですけど、まあ、それでもねやっぱ車社会でこう車がね行き交いやすいようになってるのは事実だと思うんで、まあ、それと同時にですね JR セントラルの方もねこう鉄道で頑張ってますから、やっぱすごいねこの両立、鉄道と車の両立ってね今後絶対重要になってくると思うんでね、名古屋駅に行くまでもうね名古屋駅そこに見えてるんですが、こちら見ていきたいと思います。中央新幹線の駅を作る工事を行っていますということで、令和7年8月29日までですね、中央新幹線ってリニアですよ。この辺りからですね地下を掘削して、今のね名古屋駅の地下に、リニアがね通る予定なんですけど、東海旅客鉄道株式会社が今ここね工事しております。こんなね都会のど真ん中でこんな工事が行われてるんですけれども、いや楽しみですね。まあ、僕はねちょっと大阪府民なんで、正直このリニアのね工事とかの様子とか全然知らなかったんですけど、こんなにねやってるとは、全然動いてないと思ってたから、僕が知らない間にね工事いっぱいやってるということで、早くね開業してほしいもんです。まあね、いろんなデメリットとかねいろんな犠牲とかあると思うんですけど、それでもねやっぱ僕は作るべき重要なねものだと思うんで、ここにもありました、掘削地下を掘り進めてるというそういう途中みたいですね。これ中央新幹線っていうね東京から大阪をね1時間で結んでしまう可能性がある、これが開通すれば素晴らしいもんなんでね、いやぜひとも頑張っていただきたい、お疲れ様ですって言ったところです。中央新幹線のね名古屋駅新設工事ということで、名古屋駅こっちと書かれております。まあ戻りますけど名古屋駅に、すごいもう広範囲ね、こんな都会のど真ん中にこう領地を買収してっていう、本当大変だったと思うんですけど、2025年に完成するのかなこの工事自体は、さっき書いてありましたけど、いや朝晩ね関係なくやってくれてるんで頑張ってほしい。ただこの名古屋の人たちはみんな関心がなさそうというか、むしろ邪魔そうですね。ここに至るはね JR 線で来ましたけど、今からはですね名鉄線に行きます。この僕の後ろにある乃木坂のこれを見に来ました。はい、これ名鉄の改札内なんですよ。めっちゃね人の通路なんでなんか撮りにくいんですけれども、今ねこのアナウンスも乃木坂がやってて聞こえます皆さん、で後ろにもねこのいるんですよ。
皆さんが。ただね、アナウンスも聞けたもんじゃないですし、こういうのも見れたもんじゃないですね。はい、そしてね、名古屋でやることも終わったので、名鉄に乗ってそのまま岡崎、東岡崎にやってまいりました。でこのね、東岡崎でも乃木坂のフォトスポットがありまして、それでようやくこの愛知旅行、愛知県でやることっていうのは終わりです。はい、こちらですね。で、こっちにもいます、ね、こちらが東岡崎の街並みでございます。僕これ結構好きなんですけど、東岡崎っていう街、岡崎という街ですね、うん。で、朝ね、名古屋で織田信長とそれから豊臣秀吉を見ましたけど、このね、岡崎は徳川家康の町だということで、こちらですね、徳川家康の像がございます。この岡崎という町はね、徳川家康が生まれた場所なんですよね。徳川家康生誕の地ということで、こんな感じで大々的になんか大河ドラマとかもやったりしてすごく賑わってて、で、まあ YouTuber の東海オンエアとかもね、ここいるので、かなりね、観光客で賑わっておりますということでございますが、まあ平日なんで割と少なめですね。ということで今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。東岡崎で動画締めてですね、明日は岡崎を観光して、今日はね、岡崎に泊まって、明日は岡崎をね、ちょっと観光したいと思います。今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。